吉田さん、おとといね、XRP を大量に決済したんですよ。そしたらね、やっぱりコメントで出てました。もったいないっていうね。これからまだまだ伸びるとかね、これからまだまだチャンスがあると思ってる人いるんでしょうね。でも、ヒカキンさんの YouTube の例じゃないですけども、私ね、別に100億円欲しくてやってるわけじゃないんですよ。いや、毎日自由に暮らしていけるだけのお金があればいいんで、まあ、もう十分ですね。そこそこのところで、自分の力量に応じた金額ゲットできれば、もう私はいいんじゃないかなと思いますよね。だってさらにね、私ね、何十億とか何百億とか稼ぐ多分ポテンシャルを持ってると思うんですよ。でもそのために睡眠時間が4時間だったら、私ね、本末転倒ですよね。金のために生きてるわけじゃなくて、自分の時間を使うために生きてるわけですから。ですんで、それほどまでね、大贅沢できるわけでもないですし、まあないと2000があって、借金のない家があって、あと毎日そこそこね食べれれば、私も求めるもんないですよね。あとは豊かな時間ですかね。時間が一番ですよ、私はね。だからそのために YouTube を使って、YouTube を使ったりね、ね、暗号通貨使ったり、手段ですから。無限に稼ぐためにやってるわけじゃないですからね。だったら全部ね、ビットコインでも買って、決済しなければずっと含み益取れますからね。そんなこと分かってるのにね。ヒカキンさんしかしすごいですね。もういいでしょうって感じですね。相当好きなのかな。まあそこまで私はね、ホームランバッターにならなくていいんですよ。まあいつも、なんていうの、2割5分打てればいいかなと。野球で言えばね。そしたらとりあえずスタメンから外れないじゃないですか。別に3割目指すようなトップバッターとかね、そこまでなろうと思わないですよ、トップアスリートみたいには。ただまあ、アフィリエイトでは一定の実績